骨折しても踊らないといけないことってあると思います。あることにしてください。踊ってる場合じゃないのは分かってます。骨折サンバでも踊らなやってられません。骨折サンバ、走りたくても走れない。骨折サンバ、骨折サンバ、骨折サンバ。超人予備校が送る不条理アニマルファンタジー SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。